こんにちは。こんにちは。ペイズリー柄の服おしゃれですね。ファンの方にもらいました。もう基本的にファンの方にもらったもので生活していますので。目がキラキラしてる。だってなにこのスタンプ、なんて言ったら出るの。普通に絵文字一覧から。娘が大好きです。だってありがとう。娘によろしく。お話し会支払いしてきたよ。ありがとう。みんなちゃんと支払いした？ちゃんと支払いしましたか？土踏まず6箇所蚊に刺されました。だって、へえ。肩好きです。肩。ムキムキ。오늘도너무예쁘다감사합니다一段とお綺麗になられましたね。だってカラコンなんですか。これはフェアリーワンデーっていうところのヴィーナスベルトってやつです。キラキラが入ってます。目の中に萌ちゃんの髪色にしたい。なんかピンクの行く末はこれなのかもしれない。気のせいかな。痩せました。最近はずっと痩せてないです。最近はずっとちょっと停滞というかちょっと増えてます。緩やかにリバウンドしてます。ハイトーンに戻したい。だってなんで暗くしたの。そういえばこの間見た時暗くてびっくりした。今日もいい女すぎた。いい女です。愛犬と見てます。ワンワンウォ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 ンフッ。あゆちゃんの生誕祭申し込みました。もぎさんも出るよね。そうです。17日私公演で昼夜ありますのでぜひ皆さん見に来てください。青と紫のサイリウム見れたら嬉しいなと思います。最近よくテレビで見ますね。そう最近たくさん出させてもらってます。昨日のテレ東見たよ。村山由利を狙え。そうです。村山由利を狙え。昼に申し込みました。当たりますように。当たりますように。コメント見てくれて嬉しいよ。見てるよ。あー前撮りとお参りがあるからね。なるほどなるほど。髪オレンジしてたら落ちちゃったの。なんか金髪のイメージ。眉も脱色してますか。そうですしてます。自分で家であの脱色クリームでやってます。泣きまでで我が家の犬が反応しました。だって私犬と会話できちゃうタイプなんでね。はい。お話し会再販終了。再販で買ってくれましたか皆さん。今日は秋多くて配信あったりしないかなと思ってたら会っちゃった。会っちゃった。来ちゃった。いっぱい買った。待ってるからね。ノリで2ブロックに入れてしまったでした。っていいやん2ブロね。いや私も一瞬なんかこう刈り上げようかなって思ったことあるんだけど、でもちょっとお姉ちゃんが刈り上げの人なんですけど、今は刈り上げたいと思うけど、お姉ちゃんが刈り上げの人なのでちょっとお姉ちゃんの真似してる妹になっちゃうからやめました。茨城ロケは結構最近行ったの、まあ、先月ぐらいじゃない。そうなんか何本当に2秒ぐらいにされてたりとかダイジェストっぽくされてたけど、実は花火もしたりとかしてました。映るんです。良すぎたね。私映るんです撮るの上手だったよね。
ね、映るんです。すごい上手だった。私が撮った写真、ゆうちゃんもあゆみも、あゆみ撮ったっけ、多分撮ったよね、二人とも撮ってて、私すごい上手だった。送ったいね、いつ出るんだろう。夏っぽいことできてて楽しそうだった。そう、楽しかったです、とっても。刈り上げしたら AKB で怒られちゃう。いや、怒られないと思う。羽の浮きはじわっただってね、なんかザジーじゃないっていう話になって、あの格好が。だから私なんそれって言ってたの。確かに写真いい仕上がりだったね。プールの水着姿もっとなんか構想してほしかっただって。まあそういう人のために短くしたんでしょうね。まあでも今時なかなかないじゃないですか、その何、昼間の番組とかでそんな水着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 っていうことは。男子チームも踊ってて可愛かったね。なんか楽しそうに踊ってくださっててありがたいですね。もぎちゃん写真自分ねにょ駅でヘドどれかあんでよ切れ始ませよケフェギョープソよ。楽しそうなのでテレ東が映らない地域ですが、なんとかしてみます。多分 TVer かなんかで1週間ぐらい見逃し配信あると思うので、ぜひ見てください。確か TVer だった気がする。ぜひ見てください。なんかめちゃくちゃさ、ダイジェストにされてたさ、あの海だみたいな、海見えるみたいなシーン、あれ本当は砂利道を4、5往復、往復ぐらいさせられしたのに、なんかすごいダイジェストになってて切なかった。すごいいろんなカット、じゃあちょっとカメラの配置変えますっつってさ、 4,5 回サンダルで砂利道通ったのに、なんかすごい2秒ぐらいになってて、ああなるほどねってなった。選抜はやっぱり忙しいですか。そうですね、なんかありがたいことに歌番組とかたくさん出させていただいてるので、ママも感動してます。すごい、本当にすごいんだね選抜ってってママが言ってました。こんにちはこんにちはこんにちは、ママ最近プール入る機会多いね。そうなのそうなんですよ。久々にもぎちゃん見た。もぎだよ。休めてるのか不安になる。めちゃくちゃ休めてます。今日も休みだし全然大丈夫です。まあなんかさ、そうだよ、仕事ないないって悩むよりいいじゃない。こんにちは。あの部屋着はお衣装。そうです、ひまわり畑に行ってたりとか PV 撮ってる格好と、電車から降りてなんか来たのは日沼駅っていうシーンの服装が私服。部屋着とお料理してるところの、お料理じゃないかな、ピザ作ってる時の格好は衣装用意してもらいました。ダイソーのおすすめ、難しいな、なんだろう。ダイソーのおすすめありそうだけどな、ダイソーめっちゃ使うから、なんだろう、わかんないです。今日も綺麗です、今日も綺麗です、もぎさんがテレビ出てると嬉しい。だってありがとう、嬉しいって言ってもらえることが嬉しいです。
ゆうちゃんの写真集の感想を聞きたい。もうめっちゃ良かったよ。だから私のゆうちゃんって誕生日いつだっけ。私人の誕生日マジ覚えられないんだけどさ、6月末とか末っていうか、なんか6月二十何日とかだっけ。なんかさ本当にそれこそさ、表紙がすっぴんなのもやばいしさ、あ、15全然違ったなんか私25歳じゃん。でそのさ、私2月生まれだからさ、4ヶ月しか変わんない人がさ、こんな可愛いことあるってすごい思っちゃった。なんか本当にいいなって、見てていいないいなってずっと言ってた気がする。素敵素敵って、本当に可愛いってなった。なんか表紙がすっぴんなのもさ、私がじゃあすっぴんでなんか雑誌の表紙重ねますかって言われたらもう無理なわけよ。私はもう作り込んでるタイプの人間だから、だから本当にそれができるのもすごいなって思ったし、その公園の写真とかもあったりとかしてすごい輝いてるなって思ったし、なんかセーラー服みたいなカットとかもあるんですけど、あれ言っていいのかな、まあなんかすごい純朴なカットもあるんですけど、もうそれが本当にあどけなくて、なんかやっぱ表現力がある人は写真でもその表現力がちゃんと発揮されるんだなっていうことをすごく感じた写真集でした。なんかね、それに伴ってサイン書きだったりとか移動だったりとか多そうで大変そうだなと応援してます。綺麗と可愛いはどっちの方が言われたいですか。綺麗かな。可愛いことないじゃん私まあ可愛い時もあるよそりゃ、自分で言うけどさ、可愛い時もあるけど、やっぱり綺麗って言われる方がなんか25歳っていう年相応かなって。でもどっちも嬉しいです。結局人間褒められることがね、アイドルなんて承認欲求でやってるんだから、みんなだから褒められれば何でももちろん嬉しいです。何でも褒めてください。どんな褒め方でも嬉しいです。全肯定オタクですってなんかさ、あの可愛いってあのさ、私今まさにさ、アマプラでさ、逃げ恥のね新春スペシャルを、途中まで今見てたんですけど、それが本当にね良かった。ちょっと泣きそうになっちゃった。ゆりちゃんがね、まあ、がんが発覚して入院しますよって時にみくりさんと一緒に病室にいて、なんか安心するっつってなんかこう抱きしめ合ってる時に、あ、今お腹蹴ったかもって言って、それを聞いてゆりちゃんがちょっと泣きそうになっちゃうというか泣いちゃうシーンがあるんですけど、私もそれ見てなんか泣きそうになっちゃってあーと思って、もうにぎはじめっちゃ好きなんですよ実は。ミーハーだと思うでしょ。正解、ミーハーです。今何の飲み物を飲んでますか。これはあのローソンのメガのカフェオレ飲んでるんですけど、私闇に気づいてしまったの。なんかローソンって自分でさ注ぐじゃない機械で、それでね、どうだったかな忘れちゃったけど、なんかアイスカフェラテ S メガっていう S とメガっていう選択肢があったわけ。てこ、あ、 S じゃない、 M か、M とメガっていう選択肢があったわけ。ってことはこれはこれを押したらこれになるってことは、もしかして M とメガって中に入ってる量一緒と思って、その後にメガを選ぶ選択肢があったかどうか覚えてないんだよな。それ次第でやっぱ現実は変わってくるんだよね。テレビ見る時間がスプラ時間になりました。だってスプラ3買うか一生迷ってんだよな。スプラ3楽しいですか。
そういえばワンピースはどこまで進んだ？だって。え？なんか流し見してるから今ね、この人キャプテンクローみたいなところ、キャプテンクローを今成敗しようとしてるところかな。です。ウソップの話してます。私はいつサンジが出てくるのかずっと待ってるんですよ。サンジとロビンはいつ出てくるんだと、そしてチョッパーはいつ出てくるんだと。大谷育英さんファンの私がさ、もうチョッパーを楽しみに見てんのよ。まだまだ先なの？やだー、なんで？チョッパーいつ出てくんの？チョッパーの可愛い話見たいのに。サンジ、チョッパー、ロビンの順で出てくるだって。へえ。チョッパーはバリ泣けるようだって。うん。今日の格好少ししか見えてないのに良すぎる。今日可愛いでしょ、これワンピースなんです。ファンの人にもらいました。でもこれさ、こうなるとさ、もう私肩幅マンになっちゃうからさ、こうなるべくここをちゃんとこう広げて、みおんちゃんとのエピソードありますか？なんかこの間お仕事というかラフ&ミュージックの時にメイクの席がね、ちょっと離れてたんですよ。髪の毛をやってもらってる席がちょっと離れてたんだけど、なんかその遠目からみんな鏡向きで座ってるのね、横位置で。でちょっと遠かったんですけど、間に2人ぐらいいて、その遠さからみおんちゃんが、ねえブーちゃん、髪の毛どうしたらいいって言ってきてうーんっつって、巻きやねっつって決めました。全体見て結構ストレート目の子が多かったので、うーん、キョロキョロ、巻きやねっつって。ワンピース着たいんだけどね、なかなか手が出ないことが多くて。そう、なんかいつもブーちゃんって言われてるわけじゃないんだけど、私仲いい人にしかまず絶対に呼ばれたくないんですよ。やめろってなるんですけど、なるんですけど、まあ、みおんちゃんは呼んできてもさ、ダメなことないじゃん。でもなんかその後みおんちゃんと話したら、なんかちょっと楽屋でこの間ブーちゃんって遠目から言っちゃった時、ちょっとやっちゃったって思ったって言ってて、あーっつってなったって言ってて、別にいいけどっつって。あって出ちゃったってなったらしいから、じゃあ私も今度から楽屋でミヨンって呼ぼうかなっていう話をしてたの。そう、ミヨンちゃんがじゃあブーちゃんって言うなら私もイケボでミヨンって言おうかなって。イケボでね、ミヨン、かっこきり。ユーナにブーちゃんって呼ばれたらどうですか？別にいいよ、むしろときめいちゃう、嬉しい。他にブー呼びしてるメンバーはサッホーくらい。そうだね、サオちゃんはモギさんかブーシャンって言ってくる。でもそこら辺だけです、私が許してるのは。全然なんかファンの人にはモギさんって呼ばれたいし、モギさん、モギちゃんって呼ばれたいし、でもおいちゃんミヨンって呼ぶときも ないみたいなコメントがあったんだけど、星になっちゃって語尾は分かんないけど、私でも生でミヨンって呼ぶことあんまないかも。ミヨンって呼ぶことよりかはミヨンの方が多いと思うけど、文章とかでおんちゃんっていちいち打つのがめんどくさかったりするとミヨンって打ったりとかするかな。
あ、モバメ来た、だって送ったの28分とか9分とかだから今何分だろう、今私、待って、でもさっき15分経ちましたって上ですよね、だから今は47分、どうだ、あれさっき15分経ちましたってですよね、出てないかな、51分、もうダメだ、俺の体内時計はもうくるくるのくるだ、くるるんだ、それはもうしのぶちゃんと呼ぶのはなし、なしです。ゆうちゃんのもぎ曜日好きです、だって、わかるよ、私もなんか嬉しい、メール来た、だってありがとう、メール取ってくれて、そう髪の毛紫の時の写真送ったんだけど、結構サブカル女っぽくない、あれ椎名林檎聞いてそう、下北系っぽい、感じの写真じゃないですか。そんな写真が気になるよという方はぜひ AKB48 メールもぎしのぶ撮ってください。最近はちょっと昔よりかは頻度は上がってると思います。ゆりちゃん最近はゆりちゃん呼びだけど、たまに昔からのゆりちゃん呼びするの好き。そうなんだよね、やっぱ結構8年ぐらいゆりちゃんってずっと言ってるから、結構ゆりちゃんって言っちゃうこと多いかも。新潟のもぎさん届きました、そうです、やっと地元にドンキができます。ドンキで何買うの？日用品？私ドンキで何買うかな。ドンキってさ、なんかまともなもの買わなくない？あ、でもドンキは私はカラコンを基本買います。基本カラコン、でも言うてもほとんど結構やっぱドラッグストアとかの方が安い説はあるから、なんかちょっといつもと違う調味料とか、お酒とか買うなら、まあ、ドンキとかの方が安い時もあるからドンキとか行くし、コスメはそうだな、そんなに買わないかも、ドンキでは。ドンキで好きなのは、まあ、ドンキじゃなくても絶対売ってるんだけど、ドンキのティラミスチョコっていうのがあって、青い包み紙のいっぱい入ってるやつなんだけど、私あれ大好きなんだよね。ドンキはね、お酒の種類がとっても豊富なんですよ。だからドンキにお世話になることは多いですね。安いし、普通にさコンビニとかで買ったら120円ぐらいするさ缶のお酒とかがさ98円とかで売ってたりとかするわけさ、100円とかさ。何買うかなと、サムジャンとかコチュジャンとか、もうティラミスチョコめちゃくちゃ好きで、中にアーモンド入ってるんですけど、そのアーモンドの周りになんか飴っぽいコーティングがされてて、全部舐め取っちゃう。インスタント麺もドンキで買いがち、わかる。インスタント麺、カップ麺もそうだけどさ、やっぱ種類がいっぱいあるんだよね。あとやっぱり流行りだからさ、韓国食材とかもめちゃくちゃ売ってるわけ、だからそういうのを買ったりはします、ドンキでは。ドンキエンジョイしてください。あとバズりコスメは基本的に、あとヘアケア用品も結構買ってるわ。うん、なんかヘアケア系とか、それこそ私あのたまにどぎつい紫とかいっぱいあの買うじゃないです、あ、買うじゃない、髪の毛する時もあるじゃないですか、そういうのはドンキとかで買ってます。え、プロテインはネットよりドンキが一番安い気がする、調べてみよう。そう、カラーシャンプーとかさ、トリートメントとか、ムラシャンは今は京極の使ってます。京極？ KG って大きく書いてあるやつ。
ドンキで買ったらお話し会でお披露目します。だって何を選んだのか。トントントン、ドンキドンキホーテ、なんでもなんとか激安ジャングル、トントントン、ドンキドンキホーテ、なんとかかんとかなんとかなんとか、茂木さんがめちゃくちゃ原色の髪色で歌番組出てるの見たい気もする。んでもなんかひーちゃんもいるしなーちゃんもいるし、そこにご迷惑をおかけするわけにいかなくて、私的にはなんで結構今回はというか金髪で挑もうかなという気持ちになっております。車買ったって伝えたっけ？だって聞いてないよ。何買ってんの？そうやってプライベート充実させちゃってんの。金髪もぎさん好きです。だって僕も車買った。だってね、そんなになんかみんな車買うの？犬飼ってる人いる。みんな車買うし、みんな犬買うじゃん。私は最近原付を買い替えようかなってずっと思ってるんですよね。原付もしばらくメンテナンスもしてないし、ちょっと最近なんか調子悪そうなので原付きをなんか可愛いやつに変えようかなって、またちょっと違ったやつに。ミニは売ってしまいました。私が買い取ろうかな、免許持ってないけど100円で売ってください、お車。可愛い原付き欲しくて、今はなんかちょっとコロッとした可愛いフォルムのなんかちょっと茶色っぽいやつ乗ってるんですけど、ベージュっぽい感じのやつとか引っ越そうとしてます。だってあそこからとかそう、原付き変えようかなって思ってて、なんかちょっともうちょっと骨骨しい感じのやつに買い替えようかなって思ってます。品薄でなかなか手に入りませんよバイク。でも私中古でいいんですよ、別にそんなにたくさん乗るわけじゃないから。スーパーカブいいよ。だってわかる、あのさ、ツトムが乗ってるわけよ。ツトムって誰って思った、そこのあなた、私が今から説明します。あの矢沢愛さんという作家さんがいらっしゃいまして、矢沢愛先生、最近ではね、あの矢沢愛展なんてのも開催されるようなもう大ベストセラー作家さんなんですけれども、そちらの作家さんが書いていらっしゃるあのご近所物語っていうお話で、主人公の美香子のあの彼氏のつとむくんが乗ってる、山口つとむくんが乗ってるのがスーパーカブっていう名前なんですね。ちょっと骨骨しいですよね。仕事に原付とか乗ってくの？乗らないです。さすがにめちゃくちゃ近かったらそうするかもしれないけど、そんなことはないかな。さすがに私県越えれないので、市も越えれないので、できれば市も越えたくない人間なので。ここの毛束が気に入らない。山口さんちのつとむくん、この頃少し変よ、どうしたのかな、遊びに行こうって言ってもみたいな曲だよね。なんとかしようって言ってもいつも返事は同じ、あとでつまんないな。こういう歌だよね。これ正解だよね。なんか昔フルコーラス知らないなと思って検索したんだよね。つまんないなっていうやつでしょ。あれ違ったっけ。
私よくみおんちゃんとかに言います。いつもおんちゃんに、向井地さんちのみおんちゃん、この頃少し変よって歌うの。どうしたのかな、コンビニ行こうって言ってもご飯を食べようって言っても、いつも返事は同じ、あとでつまんないなってよく言うみおんちゃんに。みおんちゃんによくそうやってアピールしてます。つまんないなって。小木さんの生まれる前の歌だけどよく知ってるね。調べたんです。私分かんないことがあると結構すぐ調べるようにしてるんですよ。これで自分は星というもぎさん、不思議ちゃんすぎ、星なんだろうな。え、待って、めっちゃムキムキ聞いた、今自分で待って、華奢なのがいい、華奢なのがいい、やだ、やめて、なんでムキムキ、なんで筋トレはしてない、腕の筋トレはしてないのに、ムキムキ、やめて、やだ、こうやってやったらね、ガリガリなんですよ。でもみんなそうか、こうやってやったら ここだけ見たらめっちゃ不安になる腕してない？わかる？怖いね。この関節の太さとさ、ここの細さ。でもこうやってやったら普通にあるよ。まだ腕相撲強そう。私腕相撲強いですよ。はい。腕長いね。だってこれね、広角になってるからね、こうやってやるとね、すごい伸びるの。わかる？この指がちょっと伸びてるの。だって本当はこれなんだよ。これがさ、ほらグイーンって今伸びたでしょ。すごいでしょ。柔軟な気に腕相撲強い子いるかな。絶対ないよ。みんななんかすごい、なんか弱そうだもんって言ったら、なんか私なんか強そうすぎない？ちょっと悪役っぽくない？ヤッホー、もぎさんだって、ヤッホー。みんなさ、なんかすごい何細くてさ、なんか華奢というかさ、なんかどの言葉選んでもダメだけど、どの言葉選んでも正しくない、私の語彙力のちょっとダメなところなんですけど、17期はさすがにみんなまだ可愛らしいから、すごいなんか貧弱そう、貧弱そうって言ったらだから言葉が悪いでしょ、じゃないの、腕相撲に関してはね。みんな全員これでいけそう、私。おう、おうっていけそう。目が痛い、なんか入ってるから。今日暑いですか？出かけるので参考にしたい。あのね、今日はね、すごいいい天気だよ。でもちょっと日落ちてきたかな。まあ普通に日が落ちるのが早く早い
だけだと思うんだけど、今日は結構風もありまして、さっきお外出た時は日があって風があったんですけど、日があった分暑かったけど、今は多分日が落ちてきたので夜は少し寒くなるんじゃないでしょうか。湿度も少し落ち着いてきたっぽい感じの雰囲気はするけど、まあ夜になるにつれてちょっと湿度上がってきてるのかなという感じはありそうです。今日は割と風がしっかりありますので、短いスカートを履く場合は気をつけてください。長袖1枚で下足出してるとかだったらすごいちょうど良さそう。今日の天気めちゃくちゃ良かったよね。なんかだからね、暑すぎなかったからね、気温はそんなに高くなかった気がする。えってちょっと高かったのかな、分かんないけどポカポカ陽気って感じでした。はい、ポカポカ陽気の心地よい風って感じです。札幌は寒いよ。だってもう寒くなってきてるの、すごい。最近は空が高くて秋って感じしますね。だってわかるね。なんかさ、この感情をさ、みんなに分かってもらいたいというかさ、分かる人と分かんない人がいると思うんだけど、冬は空が遠くて、あの夏は空が近いって話したいんだけど、どう？これってさ、本当にさ、なんかさ、実際そうなのかな。この話ショールームで前もしたことあるかもしれないけどさ、たまにさ、なんかお友達とかさ、何、それこそ私のお兄ちゃんとかはさ、そういうなんか趣のない人間なんですけど、お兄ちゃんとかになんか今日は空が広いねとか言ってもさ、なんか全然さ伝わらなかったりするわけよ。どうなんだろう実際。そうだった気がする。だってわかる、なんか夜の雲でも冬の方がさ、あ、実際にそうだよ、冬は雲が高いよ。だってそうなんだ、秋から空が高くなります。だってやっぱそうなんだ、思ってたもん私。なんか空すごい広いなって思うのが冬、空すごい遠い、高いなって、そう、空が高いね、わかるわかる。夏にできやすい雲、冬にできやすい雲とかの問題じゃない。だってまあ確かに夏の雲ってでももっこもっこもっこって感じ、密度高そうだよね。やっぱ湿度とかそういう話なのかな。でもなんか冬はさ、結構サササササみたいなさ、パパパパみたいなやつ多いよね。見上げればほら飛び立てるはずもない青空も、いつか不死鳥になり羽ばたくよう。うん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 。中秋の名月マジで満月すぎて可愛かった。だってねえ、中秋の名月見てない件について何してたんだろう私。ラフ&ミュージック出てたのか。その前日は見てたし、翌日も見たの。その当日だけ見てない。前日にその何、月見つけて、わ、今日は月が綺麗だ、今日は月が綺麗だと思って、でもこれはもしかして左側がちょっとまだ欠けてるんじゃないのと思って調べたら、案の定中秋の名月明日ってなってて、やっぱりこっち側がちょっと削れてますよってなってて、なるほどってなってて、そう、なるほどってなってて、で翌日もすげえ今日も綺麗と思ったんだけど、そのちょうどのところ見てなかったですね。私結構趣のある人間なのかもしれない。ちゃんと月とかちゃんと見ちゃってるタイプかもしれない。また来年やね。秋の気配何か感じてますか？やっぱ日が落ちるのが早くなったんじゃないかしら。夏ってやっぱり8時
7時8時とかまでさ結構さずっと明るかったことない？明るくてさ、なんかあーなんかもう8時みたいなことが多かったんだけど、結構なんか最近は5時ぐらいからちゃんと薄暗くなり始めてるので、ああちゃんと日が落ちてるんだなという感じです。おぎちゃんの代わりに月見ておいてありがとう。森さん作詞とか向いてるんじゃない？向いてないと思う。私作文とかめちゃくちゃ苦手だしね。はじめまして。でもはじめましてって書いてるけど初見ってついてないっていうのはどういう？コメントするのが初めて。月見バーガー食べますか？なんかマックとかもなんか長らく食べてない気がするな。結局私はずっと食事に人生を左右される人間。なぎママからかぐや姫、かぐや姫うさちゃんもらいました。ありがとう。こないだ論文で賞取りました。だってやばやつ、すごっ。いいな、私本当に作文とか苦手なんですよね。どうしてもなんかこう苦手。セミが鳴いてる。だって遅咲きの子ですね。賞金もらったから今度お裾分けするね。だって、え、今お裾分けしてくれてもいいよ。え、今お裾分けしてくれてもいいんだよ。バキバキの目。作文苦手でしたね、とっても。しかもさ、論文ってさ、なんかあれでしょ、なんか断言しないといけないでしょ。なんとかだと思いますって書いたらダメなんでしょ。なんとかみたいなのでこうなのかなって思いますって書いたらダメって言うじゃん。よく論文とかレポートとかってさ、ダメって言うじゃない。うん、6日になぎくんが20歳になりましたのタワーでした。っておめでとう。ちょっとじゃあなぎくんに酒は飲んでも飲まれるなってもぎちゃんが言ってたよって伝えてください。おめでとう。だって遊びに来たよ、ありがとう。あ、何々と考えられると書きます。はあ、大丈夫です。もう生涯論文なんて書きません。論文を書かなくちゃいけなかったらもう飛びます。私は天高く北に逃げます。犯人は北に逃げるってよく言わない？僕は論文を書いてから飛びます。おもろい。その飛びますは飛行機で秋葉原に飛びますってこと？転職活動頑張ってます。だって頑張ってください。ようこそ北へ。かっこ派手な。上野初の夜行列車降りた時から青森駅の駅の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海なりだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、葵さんから
白タワーいただきました、ありがとう。今なんて言えばいいのかなと思って白って言っちゃった。森さん秋服買った、だって何タワーか教えてね。秋服買った、だってでも今年も毎季節すごいファンの方から業者買ってレベルで服をいただくのでちょっと一回待ってます。由美子さんからお裾分けお城タワーいただきました、ありがとう。論文お裾分け城タワーです。もぎさん可愛かったわ、また見れなくなる、だってなるお裾分けです。ビビ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 びっくり。そう、業者みたいにもらうんですよ私、各季節いただくのでちょっと一回ステイ。なんか先にさ自分で秋服買い込んでさ、なんか自分が買うのよりいいものもらっちゃったりとかしたらもったいないじゃん。ナギが選んだワンピース着てくれててめっちゃ喜んでます、だってちょうどじゃん、ありがとうな。ナギくんこういう子が好きなの。でも私通販すごい好きで、なんか激安の通販があるんですけども、めちゃくちゃ一生買っちゃうんですよね服。よくない、絶対サファンの人からもらった服でさ、何一季節超えられるわけ。すごい、この今の細かいのも全部タワー扱いだよね。トナさんからかぐま姫いただきました、ありがとう。着なくなった服はどうするの？もう部屋中にあります、家中にあります。服ってどのタイミングで断捨離する？でも本当にお姉ちゃんとふと思い立った時にちょっと断捨離しねっつって服全部かき集めて親戚に送ったりとかしますね。そういう寄付する場所とかに送ったりとかします。もう誰も着ないだろうなっていうやつとかはそのままポイしちゃったりするけど、上着をお待ちいただけたらあのタワーですなんてそんなメッセージのためにタワーくれるの、ありがとう。後輩にお下がりプレゼントしないと、だって後輩の方が私よりいい服着てんだから私があげる必要なくない？絶対にだって私よりいい服を着てるんだよみんな。あの何 SNS に載っけたらタグ付けできるようなブランドをみんなが着てるけど、私はそんなブランドは自分では買わない基本。例えばトップス4000円とか5000円とかするやつをみんなは着てる、私は着ない、着ないっていうか自分で買えない。その場合あげる必要なくない？逆に私後輩からもらいたいんだが。ユニクロが前に服を集めて海外に送るっていうのを知ったね。そういうの知ってるの。まあなんか H&M で古着回収したりとかです。いや私のお下がりって言うけどさ、別にさそれはさみんなが思ってる以上に別に私そんなに後輩人気ないですよ多分。別にゆきりんさんからもらったりさなあちゃんからもらったりするのとは全然わけが違うわけよ。そこまでのネームバリューもないわけ後輩に対して。私は全然後輩から欲しいけどね。私はH&M って古着回収してるのいい、混んであります、だって。そう500円引きかなんかの、500円引き500ポイント分かんないけど、なんかポイントとかと交換してもらえるので、あの
やるといいと思うよ。人預けで500円、呼ばれたので勉強会行ってきます、配信ありがとうです、頑張ってね勉強会。メルカリに出店したことありますか？メルカリは出店はしたことないです。出品はしたことなくて、買ったことしかないです。ビセのアイシャドウと限定品のと CD かなんかを買ったことがあるかな。この前メルカリで服買ったら偽物でしたピエンだってね。そういうのがやっぱりなんかあるよね。そこはねもうなんかやっぱ安く買ってる代償と思うしかないよね。もぎさん髪が結構濃いめの紫の時眉毛どうしてた？なんか同じ色の紫で描くとトーンアップじゃないや、ちょっとなんか濃いかなと思ってたから、まあ、眉毛ブリーチは必須で、ちょっと気持ちピンク目ねやつとかで描いてたかな。でもちょっと遠からずな感じにしてた。それとかも茶色で描くにしてもちょっと薄めちょっとなんかグレー寄りとかかな。ゾゾタウンめちゃくちゃさいいねしてるんだけどさ結局買ってない。なんか通販とかってさ私すごい失敗するんですよね。ピンクのやつ探してるけどいいのなくてアイシャドウで描いてる、いいの教えてだって。あのあれだよ、ミヨンちゃんに私がメイクする動画で使ってたビセのアイブロウいいと思うよ。地上波の番組はバラエティーと歌番組どっちの方が緊張しますか？バラエティの方が緊張します。なんかバラエティってさ、まあ大抵収録だったりするけどさ、なんかさその台本があったりとかさ、求められた時のタイミングで求められたことを言わなくちゃいけないじゃない。あ、固まってる？固まってないかな。それがすごい苦手なんですよね。あーすごい固まっちゃった。止まってる？私だけ？これ固まってるのかな？どこまで聞いてた話？今どこまで聞いてた？あ、でも今ループしてるよってコメントが来てる。更新をして。どこの話聞いてた？固まってるのかなまで聞いた。だってあ結構ちゃんとずっと動いてるじゃん。気まずい。ちょっと気まずい。よかった、そのさ固まってると思ってさ「大学生」とか言ってたら嫌じゃん。嫌じゃん。今の笑い方可愛くなすぎて引いたんだが、やめな。そうなんか固まったって思ってさ、私がさ「で固まっても性欲」とか言ってさ、ブチギレてたらめっちゃ嫌じゃない。よかった、ちゃんと可愛くて。ちゃんと可愛くてっていうのは違うよ。なんか自分私すごい可愛いんですとかじゃなくて、あれよ、ちゃんとなんかそのアイドルっぽい言い方しててよかったっていうことよ。わかる？わかる？
もぎちゃん最近痩せすぎな気がします。心配です。ちゃんと食べてくださいね。めちゃくちゃ食べてます。痩せすぎじゃないです。マジでさ、なんかさ、ちょっとでも痩せたらさ、なんかすごい言われるんだけどさ、マジで安心して、安心っていうか、本当に私すごい標準オブ標準なんで、痩せ型にすら慣れてない人間なので安心してください。フルーツ大福の中はあれパイナップルです。ちゃんとね、偉いんだ。なんか1個しかないやつとかもいっぱいあったんだけど、ちゃんと2個あるパイナップルから選んだ。パイナップルって美味しいよね、たまに食べると。弁財天のフルーツ大福、そうです。めっちゃ美味しかった。もぎちゃんなんか見てるドラマある？今期何にも見てないんだよね。なんか最近配信系ばっかり見てて、サブスク系ばっかり見ちゃってて、なんかバラエティとかも見てないし。でもね、次の時期なんか見たいのあった気がするんだけど忘れちゃった。皆さんは秋ドラマなんか注目のやつはありますか？アニメは気になるのがいくつかある。だってアニメはスパイファミリーの2期が始まるでしょ。それは見る。あー、マイクール1は全部撮って見てから決める派です。だってわー、いいね。私のさ、あのチャオリボン仲良しを決めるときじゃん。なんか私どっか小学生ぐらいの時にチャオリボン仲良しどれ読もうかなって思ったときに、1回全部買ったんですよ。3種類全部買って、でなんか好きなお話があったやつとかで決めたの。ヒロアカ、ヒロアカって人気だよね。見るか、そろそろ。私秋あれ始まんないのかな。鬼滅、鬼滅始まんないかな。なぎくんバイト頑張ってワンピースは進みました。メイドインアビス、おぬめね、なんかネットフリックスかなんかの上位にずっといます。気になる。そう、刀鍛冶玉子嫌いだから別にいいんだけどさ。でも、まあ、ムイムイとみずりちゃんが出ますから、みつりちゃん。まあそんな感じですね。今期は全然見れてないです。
サブスクはネットフリの人でしたっけ。 Fire TV が我が家に導入されまして、もうテレビでネットフリックス、アマゾンプライム、YouTube、 あとディズニープラスが見れるようになりました。だから私はあれだよ、名前忘れた、ディズニーのさ、あれディズニーのあのキャラのやつ名前忘れたが始まんないかなって思ってんだよ。名前忘れちゃったよ、いつも忘れちゃう。4文字ぐらいのディズニーの4文字のなんかあのなんとか寮っていうのがあって、4ってこれ何の 4? え、何怖い、何この4って、え、私今な何で4ってやった怖い、あ、4文字っていうことで、ツイステ、そうそうツイステです、ツイステ。怖かった今、めっちゃ怖くなかった。いやだって気づいたら私こうやってしたんだよ、何これ、何用の4って思っちゃった、怖っ。そうツイステの4文字ぐらいっていうので4ってやってたんだわ、怖っ。そうツイステのアニメが去年の秋頃になんか何去年の秋頃になんかアニメ化しますよって話題になってたんだけど、まだ始まってないそうなので、ちょっとそれも楽しみにしてます。もぎちゃんが出る公演行けてない、7月の初めに行ってからだって。まあそんなに私も公演出てないけどね。あ、しまった、もう今日はお昼食べ過ぎたからさ、メガで今日一日を生き延びようと思ったのに飲み切っちゃった。どうしよう。ヨーグルト食べるか。ヨーグルトとキムチむしゃむしゃ食べます。もぎさんの出る公園ことごとく行けない日々。え？重箱の隅をつつくようなことだったり、上げ足をさらに上げちゃうみたいなことを言いますけど、もぎさんの出る公園ことごとく行けないということは、私が出てない公園に行ってるということでよろしいですか？逆に？名探偵じゃん。ここが切れてんだよ。よろしいおすか？名探偵いた。見た目は大人、頭脳も大人。そんなも名探偵もぎ。てれてんてんてれてんてんてれてんてんてんてて。これね、あの蝶ネクタイ。てれてれてんてれてんてんてて。てれてん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 。てけてん。ぼそぼそぼそ。公園来なよ。私もそろそろ公園行きたい。だって来てよ。なんか最近謎に僕隊は全然出させてもらえないので、ぜひ逆上がり見に来てください。見に来てくださるときはぜひあの青と紫のサイリウムを持っててくれたら嬉しいです。やっと行けるかもしれません。だっておいでおいで。もぎちゃんは普段怒ったりしますか？怒るよ。怒りんぼだもん。怒りんぼ、怒りんぼ。今何時？そういえば私配信始まって1時間後にやらなくちゃいけないことがあるんだった。ちょうど1時間ぐらいじゃん。
私が切れ長の目だったらどう？かっこいいね。1時間経ってる。まずい。チーム K で一番口が大きく開くって本当？いや絶対一番は服部だね。あれは服部でっかいもん口。服部すごいんだよ。服部って本当にさ、ステージ上でさ、なんかさ、いつもなんかさ普通にアイドルって感じだけどさ、楽屋本当に面白いからね。本当に本当に服部めっちゃ面白くて、こないだそのケーキの争奪、ケーキの争奪戦した時も一番口が大きい順にしようみたいな話になっててか、なんかの反応、私がなんかでリアクションした時にずんちゃんが口でかみたいに言ってきて、でだから口が大きい順だよみたいになって、そしたら服部が私だって開きますよとか言ってめちゃくちゃ大きくなってて、めっちゃ面白かった。服部本当に面白いよ。本当に面白いです。服部が絶対に一番口が大きい。ランちゃんも面白いですか？うん、なんかランちゃんもその先輩だけ、私先輩だけど、なんかツッコミとかを全然なんか臆さずしてくれるから嬉しいなって思う。なんか全部はそうだよね。なんか何聞いてもなんかこう、あの遠慮したりビビったりとかして返事してくれない後輩よりさ、やっぱりしっかりはっきり答えてくれる人がいいじゃん。本当に服部もそうだし、ランちゃんもそうだし、そう、この間ミオンちゃんに、ランちゃん本当に可愛いんだよねって、もうめちゃくちゃ可愛くてさみたいな、もう顔がもうとにかく可愛いんだよねっていう話をしてたら、え、それ本人にもそう熱量で言ってあげなよって言われた。だからまあ言ってるけどさって、そんないきなり褒めちぎったら変だと思われるじゃんっつって、本当に可愛いんですよランちゃん、もう顔が可愛い、もうお人形さんみたい。目が大きくて、メイクも上手で。っていう話。まあそんな感じで、ちょっと私やらなくちゃいけないことを思い出してしまって、ついやぼようです。なのでやぼようじゃないんだけど、最初からあの1時間で終わらせてやることやろうと思ってたんですけど、ちょうど配信始まってから1時間とちょっとぐらい経ったと思いますので、そろそろ終わりたいと思います。そんな感じでランキング読んで終わりまーす。イエイ。壇上13位から見ます。13位大根さん、12位プルグンヘイソンキョルオッパ、11位カミちゃんさん、10位星宮なるみさん、9位メイさん、8位森戸美容師さん、7位モン吉さん、6位ヨシキさん、5位花丸さん、4位ユミコさん、3位なぎママさん、2位葵さん、1位トナさんでした。バイバーイ。ありがとうございました。よりより引きの方がやっぱ可愛い。バイバイ。じゃあね。ありがとう。今週も頑張ろうね。バイバーイ。